皆さんこんにちは、ジゴンです。ということで今回もウィレー2020やっていきましょう。今回は11月7日木曜日の、週刊 FP POTW の予想の方をやっていきたいと思います。はい、今回もね、かなり豪華な面々が活躍してるんですが、結局選ばれるのはどんなメンバーなのかね、結構注目されていますが、まあ、あの選手が来るかも来ないかもしれませんということでね、そのあたりを最後にね予想するので、見ていただければと思います。今回もねビッグクラブの試合結果、まあ、活躍選手中心にね、見た後に、11人を最後選んでいきたいと思います。ということでやっていきましょう。ということで早速やっていきましょう。今回もですね、小さなクラブで活躍した選手とか、あと動画内で紹介しきれない選手はね、固定コメントの方に、活躍選手載せているので気になる方はそちらを見ていただければと思います。プレミアリーグからチェックしていきたいと思います。まずアーセナルですね、アーセナルは、ウォルバーハンプトンと試合を行って1対1の引き分けでした。今後の試合活躍したのがまずはオーバメヤンですね。こちらが1ゴールの活躍ということで、ちょっと1ゴールだと厳しいかもしれませんね。あとはラカゼとこちらが1アシストの活躍です。はい、さすがにアシスト1つじゃちょっと厳しそうですね。それからゴールキーパーのレイのこちら評価高かったですね。非シュート25本かなり打たれましたね。枠内8本7セーブということで、まあ、1失点しているので、まあ、どうかというところなんですけど、結構ね評価高かったので紹介しておきます。続いてチェルシーですね、こちらはワトフォードと試合を行って2対1で勝っています。こちらの試合活躍したのがまずはエイブラハム、こちらが1ゴール1アシストの活躍、はい、結構活躍してますね。今回のアップデートの方で、総合値とか能力が、ね、かなり伸びているので、FP 化されると前回来たもの、プレ4版では来てるんですけど、そちらよりもね、少し強くなると思われます。それからプリシッチ、こちらが1ゴールの活躍、はい、まあ、先週来たのでさすがに来ないと思います。あとはコバチッチ、こちらが評価高かったので紹介しておきます。特にアシストとかゴールを決めたわけじゃないんですけど、紹介だけしておきましょう。はい、続いてリバプールですね、今週クラブセレクションとしても登場したリバプールですけど、こちらはアストンビラと試合を行って2対1で勝ってますね。87分までね、1-0 で負けてたんですけど、そこから2点取りましたね。こちらまずマネが1ゴール1アシストの活躍、はい、こちらねクラブセレクションでね何勢だか来なかったこの選手、まあ、こちらでね週間の方で来るとねこちらは嬉しいですね。あとはクラブセレクションでも選ばれているロバートソン、こちらが1ゴールの活躍ということで、まあ、さすがに来ないと思いますが調子は良くなりそうです。続いてマンチェスターシティですね、こちらもクラブセレクションで登場してますが、こちらはサウスアンプトンと試合を行って2対1で勝ってますね。こちらの試合の活躍はまずはカイル・ウォーカー、こちらが1ゴール1アシストの活躍ということで、まあ、サイドバックの選手なので、この活躍であるとね結構週間 FP 来やすいんじゃないかなというところで、どうなるかって感じですね。あとはクラブセレクションでも選ばれているアグエロ、こちらが1ゴールの活躍です。はい、続いてユナイテッドですね、こちらはボーンマスと試合を行って1対0で敗れています。特に来る人はいなさそうですね。続いてトッテナムはエバートンと試合を行って1対1の引き分けでした。1ゴール上げたのがこちらのデレアリ、こちらが1ゴールの活躍ということになります。それから1アシストをしたのがソン・フンミンということで、1アシストの活躍です。いろいろあって退場しているのでさすがに来ないとは思います。続いてリーグアンの方行きましょう。まずはモナコ、こちらはサンテティエンヌと試合を行って1対0で敗れています。特に来る人はいなさそうです。続いてリヨンですね、こちらはトゥールーズと試合を行って2対3、こちら勝っています。まず活躍したのがデパイ、こちらが2ゴールの活躍、そろそろ来そうな感じはするんですけどどうでしょう。あとはですねアデライド、こちらの選手が1アシストの活躍ということで、まあ、評価高かったので、まあ、来るとすればこちらかデパイかなという感じですね。でマルセイユはリールと試合を行って2対1で勝っています。こちらの試合まず1ゴール上げたのが、サンソン、こちら1ゴールの活躍です。はい、そちらのゴールをアシストしたのが、ブバカルカマラ、こちらの選手が1アシストの活躍ということになります。そしてもう一つのゴールはオウンゴールということになります。はい、フランス最後は PSG ですね、こちらはディジョンと試合を行って2対1敗れています。まあ、特に来る人いなさそうですが、その中でも一応活躍したのがムバッペ、こちらが1ゴールの活躍、まあ、先週ね2ゴールで来なかったので、さすがに1ゴールだと厳しいかもしれません。それからディマリア、こちらが1アシストを決めています。結構アシストこの選手しますね。
続いてイタリアセリエ A 行きましょう。まずはローマ対ナポリ、2対1でローマが勝っています。今週マッチデーにも指定されていたので、この中からね、来るかもしれません。その中で、まず1ゴール挙げたのがザニオーロ、こちらの選手が1ゴールの活躍です。はい、結構ね期待の若手の選手で、結構来たら強そうですね。それからもう1ゴールはこちらのベレトゥ、こちらの選手の PK による1ゴールということになります。能力はご覧のような感じです。一方のナポリは、こちら、クラブセレクションでもね、先週選ばれてましたがミリクの1ゴールということになります。さすがに、まあ、1ゴールだと厳しいかもしれません。はい、続いてがミランですね。ミランはラツィオと試合を行って、1対2敗れています。ミランのゴールはオウンゴールということで、まあ、特に来る人はいなさそうですね。一方の、ラツィオ、こちらは、インモービレ、こちらが1ゴールの活躍。それからホアキンコレア、こちらの選手も1ゴールの活躍ということで活躍しています。はい、続いてインテルですね。こちらはボローニャと試合を行って2対1で勝っています。こちらの試合活躍したのが、ロメル・ルカク、2ゴールの活躍、 PK1 ですね。はい、来る可能性は結構高いかもしれませんが、どうかという感じですね。イタリア最後はユベントス、こちらはトリノとの、トリノダービー、1対0で、勝っています。1ゴール上げたのが、こちらセンターバックデリフト、1ゴールの活躍ということで、まあ、パートナークラブで、1ゴールセンターバック、結構来る可能性高いんじゃないかなと思っています。能力はご覧のような感じですね。はい、続いてが、オランダの方行きましょう。アヤックスですね。まずはこちらはズオーレと試合を行って4対2で勝っています。こちらの試合大活躍なのが、まずはネレス、こちら2ゴールの活躍。はい、そろそろ来てもいいと思うんですけどね。それからプロメス、こちらも2ゴールの活躍、2ゴール2ゴールということで、どちらが来るんでしょう。それからジアシュ、こちらが2アシストの活躍、まあ、先週ね個人的に予想してたんですが、残念ながら来なかったということで、まあ、さすがに今週はどうかなというところはありますね。続いてペースペですね。こちらはスパルタと試合を行って2対2の引き分けでした。こちらの試合活躍したのが、まずはガクポ、こちらの選手が1ゴールの活躍。はい、それからサディーレク、こちらの選手が1ゴールの活躍ということになります。はい、残念ながらマレンは得点をしていません。それからデュンフリース、こちらが1アシストを決めてますね。はい、続いてポルトガルですね。まずはベンフィカ、こちらは2対0でリオアベに勝ってますね。こちらまずはピッツィ、こちらが、1ゴール1アシストの活躍。この選手今作コアン7なんですね。はい、それからルーベンディアス、こちらも1ゴールの活躍ということで、とうとうねルーベンディアスが来るかもしれません。ポルトですね。こちらはアベスと試合を行って1対0で勝っています。ゴール決めたのがセンターバックのイヴァン・マルカノ、こちらが1ゴールの活躍。それから1アシストはオタビオ、こちらが1アシストの活躍です。ただモブ顔ですね。で、中島翔也は試合は出てませんでしたね。はい、続いてロシアですね。ゼニト対チェスカモスクは、こちらは1対1の引き分けでした。こちらの試合活躍したのが、まずは、ゼニトだとエロヒン、こちらが1ゴールの活躍です。はい、クラブセレクションでも来てますね。1アシストをしたのがジュバ、こちらが1アシストの活躍ということで、こちらもクラセレで来てますね。あとチェスカの方で言うと、こちらも、クラブセレクションで来ていた、どこにいるんだろう、ブラシッチ、こちらが1ゴールの活躍ということで、今週ねその辺が調子は良くなりそうですね。ただまあマッチデーにね、指定は、単体ではされてなかったので、ロシアのリーグとして、マッチデーにはなっていたので、まあ、ここから来る可能性は結構低いかなとは思います。はい、続いてスペインですね。まずバルセロナ、こちらはレバンテと試合を行って、3対1で敗れています。メッシが PK による、ね、1ゴールを挙げていますが、さすがにここは来ないですね。ただ調子は B とかに多分おそらくなるんじゃないかなと個人的には読んでいます。続いてアトレチコ、こちらはセビージャと試合を行って1対1の引き分けでした。1ゴール挙げたのが、モラタ、ここですね。こちらの選手が1ゴールの活躍です。1アシストをしたのは、サイドバックのアリアス、こちらが1アシストの活躍ですね。続いてレアル、こちらはベティスと試合を行って0対0のスコアレスドローということで、まあ、遠くに来る人いないかなという感じです。はい、ということで最後ね、その他ヨーロッパブンデスリーガの3クラブ見ていきましょう。まずはレバークーゼン、こちらはボルシアメーヘングランドバッハと試合を行って、1対2で敗れています。こちらの試合で、まあ、ゴール上げたのが、こちらフォラントですね。こちらが1ゴールの活躍。はい、それからアシストをしたのがアラリオですね。はい、ということで、まあ、試合に負けているので、さすがに1ゴールだと厳しいですかね。
はい、続いてが、バイエルンですね。こちらはフランクフルトと試合を行って5対1で敗れているということで、1ゴール上げたのはレバンドフスキーということで、まあこちらの選手はね、調子は良くなりそうかなとは思います。それからボアテングですね。こちらが前半の早いうちにね退場してしまったことによってちょっと試合のね、流れが変わってしまった感は正直あるかなとは思います。はい、ノイアも5失点ということで調子はどうなるんでしょう。最後シャルケですね。シャルケはアウグスブルグと試合を行って3対2で勝っています。こちらの選手、ハリと、こちらが1ゴールの活躍です。それからセンターバック、こちらのカバク、こちらの選手が1ゴールを決めています。まあ、19歳ということで結構期待はできるんですが、まあ、先ほども言った通りね、今週結構ディフェンスの選手活躍している選手いるので、こちらの選手は来ない可能性結構高いかもしれません。はい、ということで予想の11人挙げていきましょう。まずゴールキーパー枠ですね。こちらは、ベティスのキーパーロブレスでいきたいと思います。今週はレアルと試合を行って0対0の引き分けということでね、22本シュート打たれて枠内7本7セーブということで、評価ね今週のキーパーでは高かった方です。レアルがね無失点で勝ち点1をねアウェーでもぎ取ったということで、この選手来てもいいんじゃないかなと思います。能力の方は、そんなに高くありません。後半は6ですね。ただ身長は195ということで高いですね。でスキルは結構いいもの持っております。予想2人目は、ディフェンスダーカイルウォーカーですね。こちらの選手は、サウスハンプトン戦で、1ゴール1アシストということで、2点ともね絡んでいるということでね、こちらの選手は来る可能性高いんじゃないかなと思います。はい、評価も結構高かったですね。こちらの選手スピード瞬発かなり高いですね。あとはコンアンガ5ということになります。まあ、スキルの方ね、ちょっと寂しいスキルなので、結構ね、いいもの新たにつくといいかなと思います。はい、続いて同じディフェンダーのデリフトですね。トリノとのトリノダービー、1対0で、勝利を収めているということで、決勝ゴールを上げているということで、まあね、パートナークラブということで来る可能性高いんじゃないかなと思います。評価はそこまで高くなかったですね。まあ、1回ねクラブセレクションとして、FP 化されてるんですけど、そちらよりもね、さらに強くなると思われるので結構期待していいんじゃないかなと思います。はい、続いて中盤いきましょう。まずはバルセロナに勝ってレバンテから、カンパーニャですね。こちらの選手は1ゴール1アシストということで、そのバルセロナとの試合でね、かなり大活躍していたので来る可能性高いかなと思います。能力はそんなに高くないですね。今銀の選手ということになります。はい、続いての中盤が、ランドストラムですね。シェフィールドはバーンリーと試合を行って3対0で勝っています。こちらの試合で2ゴール上げてますね。はい、結構来る可能性は高いかなというところで、まあ、ドー玉なのでね、かなり能力が爆上がりしてくるような予感がしますね。で続いての中盤の選手はピッツィですね。こちらベンフィカの選手、1ゴール1アシストということでね、結構来る可能性高いんじゃないかなと思います。ポルトガルリーグから確か週刊 FP ってなかなか来てないのでね、そろそろねこの選手来るんじゃないかなと思います。はい、能力はご覧のような感じです。もう一人中盤の選手を挙げていきましょう。こちらユトレヒトのファンデストレークですね。ユトレヒトは、フォルトゥナシッタートに、6対0で勝っているということで、こちらの選手が2ゴールの活躍ですね。まあ、登録自体が、ウィレだと中盤なんですけど、フォワードとしてね、試合は出てたみたいですね。評価高かったです。はい、ということで最後フォワードいきましょう。まずアヤックスから、ネレスとプロメスで最終的に悩んで決めたのがプロメスですね。こちらは4対2で勝っていますが、その試合で2ゴールの活躍ということになります。評価自体は、正直ネレスの方が高かったです。ただネレスなかなか出さないコナミさんは、今回はプロメスを選んできそうな感じがしたのでこっちを選びましたね。まあ、ジアシュ2アシストということで、まあ、そちらもね、候補には入ったと思うんですけど、やはりプロメスかなという感じです。この選手は前作 FP にもなっていますね。はい、能力はご覧のような感じです。はい、続いてのフォワードが、フェイエノールトのベルフハウスですね。こちらのチームはフェイと試合を行って3対0で勝っています。そちらの試合で2ゴール上げてますね。こちらの選手、まあ、ネレスとちょっと被るので、ネレスを外したっていうのもあります。能力はご覧のような感じです。こちらも前作ね FP にね何回かなってる選手ですね。はい、続いてのフォワードが、デパイですね。こちらの、選手は、トゥールーズ戦で、2ゴールの活躍、チマ3対2で勝っています。能力はご覧のような感じ。 PS4 版は、1回クラブセレクションとして、FP 化されているんですけど、まだまだね週刊 FP は初ということで、ここら辺でね、来るんじゃないかなと思います。
はい、ということで今週の目玉選手はリバプールのサディオマネですね。こちらの選手はアストンビラ戦で1ゴール1アシストの活躍、まあ、チーム的にはね87分まで負けてたんですけど、そこからまず同点にし、こちらの選手がアディショナルタイムに決勝ゴールを挙げるということで、まあ、こちらの選手の活躍がなければ負けていてもおかしくなかった試合だったのかなと思います。リバプールのクラブセレクション来たんですけど、なぜだかねマネを外したということで、まあ、週間 FP でね出す予定があったのでしょう。まあ、そこら辺を考えてのリバプールねマネを外したんだと思います。週間 FP でねぜひ来てほしいかなと思います。はい、ということで今週の週間 FP POTW の予想の方やっていきました。いかがだったでしょうか。改めて11人紹介しますと、ゴールキーパーはベティスのロブレス、ディフェンスは、マンチェスターシティのカイル・ウォーカー、それからユベントスのデリフト、中盤は、シェフィールドのランドストラム、あとはレバンテのカンパーニャ、ドレヒトのファンデストリーク、ベンフィカのピッツィ、フォワードはアヤックスのプロメス、そしてフェイエノールトのベルフハウス、そして、リオンのデパイ、最後はリバプールのマネという11人になりましたね。他、迷った選手を紹介しますと、ゴールキーパーでいうとトリノのシリグ、こちらの選手も、活躍してたんですが、まあ、デリフト選ぶ関係でこっちは正直外したっていう感じで、それがなければ選んでいったかなという感じですね。こちらの選手は、ヒシュートが19本、枠内10本9セーブということで、今週のゴールキーパーとして、ね、評価が高かったキーパーでもあります。ディフェンスでいうと、まず1ゴールを挙げているルーベン・ディアス、デリフトとルーベン、ね、両方同じタイミングで出すのはちょっと厳しいかなというところで、パートナーのデリフトを選んだって感じです。それからスイスの、ルガーノに所属するマリッチっていうセンターバックの選手いるんですけど、こちらの選手、まあ、2ゴールの活躍ということで、チームは2対1で勝ってるのでね、全てのゴールを挙げているということで、こちら来てもおかしくないかなという感じです。あとはポルトのマルカノ、こちらも1ゴールの活躍、まあ、ただ評価低かったのでこちらは外しましたね。あとは南米でいうと、ボカジュニオルスの、ファブラっていう、まあ、サイドバックの選手がいるんですけど、こちらも2ゴールの活躍ということで、こちらも来てもおかしくないかなと思います。あとシャルケのセンターバックの選手も結構活躍してますね。中盤でいうと、ジアシュ、こちら2アシストということで、まあ、来てもおかしくはないかなというところで悩んだのと、あとは、マッチデーにも指定されていたローマ・ナポリからザニオーロ、はこちら1ゴールの活躍で、まあ、来る可能性、まあ、あるかもしれないんですけど、評価がそこまで高くなかったので外しましたね。フォワードで言うと、まずルカク、こちら2ゴールの活躍ということで、まあ、PK1、そして評価がそこまでフォワードとして、高くなかったので今回は外させていただいたと。でそれからエイブラハム、こちらもね、1ゴール1アシストということで、まあ、残念ながら PS4 版では1回来てるので、そちらも含めて今回は選ばれないんじゃないかなというところで、まあ、評価高かったんですが外しましたね。それからネレスという感じです。今週はね誰が来るのかわからない、結構ね楽しみな選手結構多いので、その辺にも注目かなと思います。こちらのチャンネルではこういう FP 関連の動画、 FP の予想だったりとか、あと比較などやっていますし、他にも最新情報とか、あとメンテ後配信とかもやっているので、気になる方はぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。